はい、Welcome to the Ramen World! Thank you, thank you! 今日は僕の大好きご飯のお供、シャウエッセンソーセージ。これで、今日は作ろうと思います。この前にこのシャウエッセンを片栗粉でカリカリに揚げたやつをやったんですけども、ソーセージの王道っていうと、やっぱりバター、醤油で炒めるのが一番美味しいやり方です。今日はその一番基礎の基礎 の, やあの作り方をやります。もうそれだけで十分美味しいですよ。もうご飯のお供に最高です。もう信じてください、最高にうまい。そしてそのできたやつにゆかり、パルメザン、クレイジーソルト、これをかけて食べるのと、それとプレーンですね、プレーン。それで4種類の食べ方をしてみようと思います。じゃあ頑張って作りましょう。切ります。ビニール袋に全部入れます。はい、ガーリックです。このくらい、3センチぐらい入れます。で、ガーリックを全体にまぶします。オイルを敷きます。そしてガーリックでまぶしたやつ、これをのせます。はい、では返します。はい、こんがりと焼けてます。少し焦げ目をつけた方が美味しいです。焦げ目は少しついた方が絶対に美味しいです。そしてソーセージを炒めるときは体油で炒めます。で、炒め終わったらこの油は捨てます。ここに最後にバターを 15g 入れます。醤油、砂糖、もう火を消してもいいです。火を消します。最後はこうやって合わせるだけです。それでこんがりのバター醤油です。バター醤油ソーセージ、できました。バター醤油炒めのシャウエッセンのソーセージです。お、今回はご飯のお供シリーズとして出させてもらってるんですけども、本当に匂いがたまんないですね、うん、もうこうバターと醤油炒めたその香りが本当にたまんないです。シンプルでもね、本当にやっぱいろいろ味付けがあるから、そうそうそう、それを早速食べてみましょう。うん、ま、最初はプレーンからね。あ、そうだね、待って、これが塩で、ゆかりで、これがパルメザン、これがプレーンだね。塩って言ったってこれクレイジーショルト、ソルト。そう、プレーンを食べていきましょう。はい、どんな味かな。いただきます。いきます。おいしい。うん、普段プレーンでおいしい。せーの、ソーセージ。いや、もうおいしいよね。うん、せーが、野菜と違って、笑顔が違うもん、せーら。ジューシーだしね、砂糖が入ってるからほんのり甘いです。でもそんなに甘くはない、ちょうどいいと思います。うん、ご飯に合う。うん。じゃあ次どうする？どちらにしようかな、天の神様の言う通り。うん。と
かりはこれですね。そう、ゆかりって言ったら、まあ、磯辺焼きで食べたやつだよ。ちくわの磯辺焼き。あれ、美味しかったよ。美味しかった。じゃあ、早速、食べていきましょう。食べていきましょう。いただきます。いただきます。うん。うん。なんか、なんていうの、さっぱりしてるね。うん。うん。なんか、しその味。うん。うん。うん。おいしい。似合ってるね。うん、美味しい美味しい、うん、これはこれで美味しい、うん、こんなにシンプルでこんなに美味しいなんて違うね、うん、上にかけるだけで違うなんて、うん、上にかけるだけでね、うん、すごいね、うん、どうセラ美味しい、うん、美味しい、うん、セラはパルメザンが一番好きじゃないかな。パルメザン、うん、パルメザンもっとたっぷりかけた方がいいよ。セラのこれはセラに任せるぜ。はい、どうぞ。トントン。せ、ね、ああ、おいたっぷりパルメザンのソーセージ。じゃあ、いただきましょうか。いただきましょうか。いただきます。いただきます。うん。めっちゃうまい。美味しい。なんかこれ一番好き。これもパルメザンと似合うんですよ。おいしい、うん、なんか本当にジューシーで、でチーズの味が本当にあのバター醤油と合うから、それが一番好きです。これ一番好き。なるほどね。どうね。じゃあ最後はクレイジーソルト。クレイジーソルトはあのこのハーブのシーズニング、あハーブと混ざってるロックソルト、塩ですね。こんな感じですね。おこれ本当に美味しいんですよ。うん、昔からこれフィリピンでもよく使ってたよね。そう、フィリピン、あ、日本に帰ってきた時にこれたくさん買ってからいつもかけてました。美味しいですよ、これ。美味しい。ステーキとかサラダにも、魚とかパスタにも本当に合うので美味しいです。美味しい。ソーセージにかけても美味しいと思うから食べていきましょう。食べていきましょう。これ一番ちょっと気になるね。クレイジーソルト。じゃあ。いただきます。いただきます。うん。おー。うん。うん。うん。なんかハーブの味がするね。うん。クレイジーソルトうまいよ、じゃん。うん。なんか、イタリアンって感じの味がするね。なんかハーブが美味しいから。こう。なんていうの、バランス？美味しいです。でもフレイジーソルトの方が好き。アイちゃんたちと、アイちゃんたちは絶対さっきのソーセージが美味しかったね。うん、早めじゃん。人によって好きなものもありますよ。今日はパルメザンとクレイジーソルトとゆかりとプレーンを用意したんですけど、他にもいろいろあの上に乗せたかったらぜひ。それもやってみてください、うん、それもまたかけたらね、マヨネーズ醤油でかけたり。マヨネーズもあるね。うん、前作ったのはね、マヨネーズでも、うん、ポン酢とかも合うから、ポン酢とかも、うんうん、自分たちの好みによっていろいろこうあの実験してみてください、うん、多分美味しいと思います。今日のポイントはお父さんが言ってましたけど、普通に焦げ目を入れない人たちもあのこうそうやって焼く人もいると思うんですけど、お父さんは、まあ、ちょっと黒い焦げ目をつけた方がもっと美味しいって言ってました。おなのでそれをぜひやってみてください。多分旨味がもっとアップします。美味しさがもっとアップする。いや本当に美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、今日の判定は じゃあ最初、うん、プレーンがいい人手挙げて。でもプレーンでも美味しい。プレーンでも美味しい。でもあの not my favorite。うん、じゃあ次。ゆかり。それもちょっと美味しいと思う。え、美味しいけど not my favorite。でも美味しいです。好きです。パルメザンチーズ手を挙げて。おお、パルメザン。クレイジーソルト。はい、クレイジーソルト美味しかった。はい、というわけで。パルメザンチーズ勝ちました。なので今日の判定はパルメザンチーズの勝ちです。ウェーイ。
乳ちゃんぽんです。おお、豆乳ちゃんぽん、豆乳が入ったちゃんぽん、初めて聞いた。でも美味しそうだね。美味しそう、なんかクリーミーじゃ、クリーミーじゃない、クリーミーじゃない、なんかクリーミーまあ想像できないんですけど、もう父さんが作るの何でも美味しいので、それを信じて楽しみに待っててみましょう。So thank you guys for watching this video. ぜひ登録ボタンとLikeボタンとベルのボタンを押して、コメントにいろいろ書いてくれると嬉しいです。はい、美味しかったですね、もう本当に。いや、本当美味しかった。こんなにシンプルでも本当に上からかけるだけで美味しいってこととね、またこれから本当にほら人それぞれだから、いろんなものを、試しにかけたりとか上からかけたりとかしてみてください。じゃあ次の動画で、ね、またねー。